西洋カリンは南西アジア、または南東ヨーロッパ原産の落葉性低木で果樹として利用される。英語名はメドラー。かつては西洋カリン族の唯一の種だったが、1990年にアメリカ中部で第二の種メスポラスコネソンズが発見された。果実の性質がカリンに似ているため、西洋カリンという名がついているが、カリンは 単形のカリン族であり族が異なる。またマルメロのことを西洋カリンと呼ぶこともあるが、マルメロも単形のマルメロ族であり別族である。見かけはむしろビワによく似ているため、ビワを英語ではジャパニーズメドラーとも呼ぶ。系統的に近いのはサンザシ族である。温暖で乾燥した土地によく育つ。春に白い花が咲き、長い額は果実が熟しても残る。果実は、 直径2から3センチメートルの卵型の離常化で、秋に赤葛色に熟す。秋の紅葉も美しい。果実は硬く酸味が強いので、食べる前に霜に当てたり長期間貯蔵したりする必要がある。こうすると表面にシワが寄って内部は柔らかくなり、香りも良くなる。果実酒やジャムにもする。古代ギリシアから中世にかけては重要な果物だったが、その後リンゴや、 西洋なしなどが普及すると、あまり焦られなくなった。A.B.C.D. ポター、D. エリクソン、T.A. バンズ、R.C.O.,S.H. スマドマーク、J.E.E. モーガン、D.R. ケル、M. ロバートソン、K.R.R. シの M.P. ディッキンソン、T.A. キャンベル、C.S. ファイロジェニークラセファケーションオブローズ社、プラントシストマティックスエボリューション266、543、ドイ、 10.1007-S0060600705399-http://biology.umaine.edu/.amelanchieer/.rosace2007-pdfhat、e、世界の食用植物文化図鑑 p88 バーバラサンティッチジェフ・ブライアントチョ 山本則りお訳薬ヒーラギ風車2010年1月20日第1冊ありがとうございます。